内海竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、体と心の診療所、院長内海竹雄と申します。この放送では、医療にまつわるちょっとエク立つタスク話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、毎週木曜日は、えー、今週の興味津々、 医療ニュースということで、えー、気になる医療ニュースをご紹介しているんですけれどもお、今週もですね、4本のニュースをご紹介したいと思います。えー、まず1本目はですね、今週のテーマにちなんでですね、えー、っと、というか、まあ、昨日ご紹介した書籍の プレスデリスが出ておりまして、それを1本目にご紹介させていただきたいと思います。で、二、えー、本目にですね、これちょっと利益相反ありありなんですけれども、ありありというか、あの金銭的な利益相反ないんですけど、私が監修しているっていうふうに、あの利益相反ありありなんですけれども、あの腎臓病のですね、えー スターターキットっていうですね、腎臓病という、えっ、ー、と、正式名称なのかなちょっと後から言いますけれども、あ、ガイド、そう、ガイドのスターターキットっていうのの発売がですね、アマゾンで発売開始されたよっていうのがニュースで出ておりましたんで、それが2つ目。で、3つ目はですね、えー、化学物質過敏症ですね。これ 聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですし、初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ちょっとそれに関連する記事が出ていて、これね、なんか書籍が出たみたいなんですね。これちょっと読もうと思うんですけども、まだ読んでないですけど、それの記事を3つ目にご紹介。で、4つ目はですね、このメタバースで、えー、気象がんの患者をつなぐ医療革命っていう記事が出てましたんで、それを4つ目にご紹介したいと思います。はい、ちょっと今日は ととある事情ででショョーートバージョンいいきたいと思いますすのでよろししくお願いしますまずは一つ目ですね。まずは一つ目、えー。昨日ご紹介したこの漫画でわかる辛いめまいの直し方ですけれども、もう非常に必見の書籍で、早速ご購入いただいた方は何人かいらっしゃいそうですけれども、それのプレスリリースが、えー、8月の、これいつだ、えー 日日と8月の20日に出ておりましたまずは8月の16日の方ですね。えっ、ー、と、産経新聞に出ている PR タイムズのもう夏目社あのこの出版社の方から、あ、方ってか出版社からのプレスリリースですけれども、はい。あの、昨日ですね、ご紹介したんですけれども、書籍の、ね、中身があんまりどんな感じかわかんないっていう風に。 思った方はいらっしゃるかなと思って、これ夏目社のサイトでもね、書いてないんですよね。で、えー、実はこのサイトに行くとですね、その大きな文字オールカラーのイラスト使いで読みやすいっていう感じで、あのいくつか、えー、と実際の書籍の中身が出ております。3枚かな。そうですね、画像が3枚貼ってありますねこんな感じの書籍なんだっていうのをね、ちょっと知っていただくのでいいかなと思いまして、ご紹介させていただきました。けど、これ今気がつきましたけど、Amazon の方には アマゾンの方にも同じの載ってますね。アマゾンの方に本の中身ちょっと載ってるので、まあ、そちらをご覧いただいてもいいかなと思うんですけども、こんな感じで、あの非常にビジュアル的にもわかりやすく、えー、そのリハビリも含めてですね、書いてあるんで、あの非常にいいかなと思いますね。あと漫画のところは、まあ、当然ですけど、漫画になっていて、あのそれもあの非常にわかりやすいなというふうに思いますので、あのご参考にと思いましてご紹介させていただきました。で、えー、っと、同じくですね、これは、 グーのニュースかなこれ、美容最新ニュースっていう、ちょっと聞いたことないニュースなんですけれども、そのニュースの中でも8月の20日ですね、えー、孤独感や不安を軽減、漫画でわかる辛いめまいの治し方っていうことで記事になっておりましたんで、はい、こちらも合わせてご覧いただけたらなというふうに思います。はい。えー、っと、続きましては、2本目ですね。2本目が、えー、っと、勇敢富士のザックザックですか と読むんですかね、はい、の記事に8月の19日に出ておる記事で、えー、医療あ健康医療っていうところから医療新世紀っていう、これ特集なのかなあ特集っていうかシリーズものなんですかね、はい、っていうので、えー、腎臓病と言われたら三部構成スターターキットを公開、えー、自分らしい生活を維持し、病気に上手に、違う、病気にうまく付き合っていくための手助けにっていうことで。 記事に出ておりました、はい、で、これですね、えっと、私の YouTube の方にも出ていただいた PBEC っていうあの代表が宿野部さんっていう方がされてらっしゃるんですけれども、そこで作られているこの患者と医療者が作った腎臓病との付き合い方ガイドスターターキットですね、これの印刷版がですね、Amazon で限定2000部だったかな、で販売開始されたっていうような、そんなのが記事になっておりました。 はいでまあ、これですね、あのまあ、詳しくは YouTube ご覧いただけたらというふうに思うんですけれども、あの非常に、はい、いい出来になっていて、まあ、私もです、ねまあ、一部監修、途中からちょっとジョインして監修させていただいたんですけれども、でただです、ね、でこれ、あのシート自体はです、ね、無料で公開されていて、えっと、PPEC のサイトからあの無料でどなたでもダウンロードしていただくことができるんですね。ただ、あのそういうダウンロードが、ね、できないとかです、ね、ご自身で印刷するのは難しいという方。 ように、えっ、ー、と、アマゾンで販売が開催されたっていう、そんな感じになっております。なので、えっ、ー、と、アマゾンで2200円ですね。で、アマゾン使えない方は、えっ、ー、と、マニュアルで、これもね、ちょっとこの裏書いろいろ知ってはいるんですけれども、あの、アマゾン使えない方は、3000円をお、その送り先に、この3ページ目かな、はい、に直接お送りしたら送ってもらえるっていう、そういう あのかなりアナログな仕掛けもありますので、もしその、サイトに行くのが難しいとかっていう方には、これをご案内していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと限定なんで、あの、早い者勝ちになってしまうかもしれませんけれども、もしご興味があればっていうことでご紹介させていただきました。はい。えー、続きましてが、3つ目ですね。3つ目はですね、えー、っと、集英社オンラインからの記事で、まあ、これちょっと書籍の紹介記事なんですけれども、 えー、8月の20日の記事で一番なりたくない病気と語る医師も、えー、潜在患者1000万人以上の謎の病化学物質過敏症とは何かということで、はい、これ、まあ、先ほども言ったように、まあ、この病名初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、非常にねこれ難しい病気なんですよねこれあ,あのまあ遷痛症とかもそうですし なんせ、疲労症候群とかもそうなんですけれども、あの、まあ、確かにね、そういう病気はね、あるにはあるんですけれども、ただ、どこら辺までこう、幅広く取るかみたいなので、あの、結構ね、議論が分かれるような病気の一つですね。はい。だから、まあ、これちょっとね、タイトルが、あの、潜在患者1000万人っていうことになってますけど、潜在患者1000万人もいたら、日本の十数人に一人がこの化学物質過敏症っていうことになってしまいますからね。はい。っていう感じで、はい。 あのー、はい。っていうことであの、まあそういう病気なんですね。ただ、まあちょっとね、これに関してはね、あの書籍、まあこれ、書籍のね、あの宣伝記事になっているので、ちょっと書籍をね、昨日ゲットしたんで、それをまたどっかでご紹介するかもしれません。はい。ただまあこれね、ちょっと本当に過剰診断はね、よろしくないと個人的には思ってますので、あのその辺のことも含めてね、お話できたらいいかなというふうに思ってます。はい。というのが3つ目でした。 はい、続きまして、4つ目、4本目ですね、えっ、ー、と、フォーブスのニュースですけれども、フォーブスジャパンの8月の12日の記事ですね、えー、メタバースで若者の気象がん患者をつなぐ医療革命ということで、えー、記事になっておりました。えっ、ー、と、これはですね、あのあ非常にの森の部屋ですね、統合失調症の当事者のための居場所の森の部屋、森の孤独さんを中心としてされている森の部屋とも通ずるものがあって、 えー、なんかこういうあの気象岩に関してもですね、やっぱりね、つながりがあどうしても普通のオフラインでは得られにくいっていうところがあるんで、これはね、オンラインでこういうのがあるのは非常にいいかなというふうに思いました。えー、と使ってるプラットフォームはね、同じでクラスターなんですよね。はいということで、匿名でもできるしっていうことで、非常にねあのい、いい試みだなというふうに思ってご紹介させていただきました。はい。ということで、えー、今日は。 4本のニュースをご紹介させていただきました。他もですね、あと数本、ちょっとノートの方には貼ってありますので、もしご興味あればあの、ご覧いただけたらと思いますし、なんか質問とか感想とかあれば、えー、お気軽にコメントいただけたらと思います。はい。では、新進じゃんけんでいきたいと思います。いきますよ。新進じゃんけん、じゃんけん。チャキということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内海の竹でした。